今日は皆さんありがとうございます。よくということですけど、マリスティング知ってるかな。あ、お、来ます。ありがとうございます。マリスティング実は見に行きたいランキング22競技中最下位なんですよ。今の感じですから、ちょっと想像つかなかったですね。そんなことないと思います。はい、ということでですね、皆さん、東京国際フォーラムは今度知ってる方いますか？どこにあるか。はい、そこでパワーリフティング競技が2020年実施されます。お、魅力についてということですが、僕はですね、健常者の大会で優勝して、その先にパワーリフティングでのですね、パラリンピックの出場がありました。ですので健常者をしのぐパワーを得られるっていうのがパワーリフティング競技の一番の魅力だと思います。おさあ、この後はいよいよですね、みひろ選手には、練習として初めにですよ、皆さん練習で80キロ上げちゃいます。そしてその次のチャレンジで、110キロ上げていただけるということなんですけれども、そんなこと可能なんでしょうかね。皆さんきっと心をぎゅっとつかまれちゃいますよね。これ 見てるだけでなんか重くなっちゃいますよ。ここで、ね、かわいい色してますけど、重量ですよね。では女選手、すごいですね、上半身の胸板とか本当すごいです。推定松木さん何センチぐらいなんでしょうか。いやー、120以上あるんじゃないですか。ちなみに120以上、僕のベスト記録はですね、体重75キロで、何キロだと思います？はい、ちょっと言っちゃうとね、これ軽々上がっちゃうなって分かっちゃうんですけど、ってことは実は188キロなんですよ。わあ、見てください。ちょっと大丈夫です。188上げられた。ただ今日はね、まずは練習で80キロから参ります。ではお願いします。すごい、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 すごいですね。すごいことなんですけども、楽勝に見えましたよね。さあ続いては、110キロですか。あ、110キロ、110キロいっちゃって、そんなに一気に上げちゃって大丈夫なんですか。ぜひよろしくお願いします。あ、これですね、上がるもんっておっしゃって、ぜひ上げていただいて、
頑張れー。そうなの。よっ。おもう全然。やります。お来ました皆さん、注目です。チャレンジします。20キロ。おお、明日の仕事に支障がないでということで、普段少しやられたり